皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。今日の動画は PS4、PS5 の4月発売の新作ゲームソフトをまとめて紹介する動画となっております。4月も発売されます。絶対見逃したくない注目作品が。2024年は本当にゲームが豊作ですが、ぜひ4月以降も楽しいゲーム見つけていってください。では行ってみましょう。まずはこちら、4月11日発売、ザ・ドラゴネスコマンド・オブ・ザ・フレーム。これまたすっごい硬派な見た目のゲームとなっておりますね。ターン制の戦略的な戦闘をベースとしたローグライト RPG なんだそうです。プレイヤーは指揮官となって魔獣の軍勢を雇って戦いに挑みます。魔獣を雇いますので、ケンタウルスとかですね。戦闘もかなり特徴的で、ボードゲームの盤面の上のようなところで戦いを行います。探索して資源を集めて戦いに挑むというような流れのゲームになっているんですが、そこはローグライト、何度も何度も倒れることになるかと思われます。しかしそれはゲームオーバーとは違い、その都度指揮官のスキルが劇的に変化するような、そういったリトライシステムになっているとのことです。パソコン版はですね、すでに発売されておりまして、日本語はねサポートされてなかったんですよね。かなりマニアックなこのゲーム、果たしてついていけるのか。続きまして、4月18日発売、アークサバイバルアセンデッド。ああ、よかった。かなりメジャーなゲームが出てきましたね。マニアックなゲームが何個も続いたらどうしようかとちょっとヒヤヒヤしておりました。こちらはダウンロード版はすでに発売済みで、パッケージ版の登場となっております。恐竜の世界で自給自足サバイバル生活をする大人気ゲーム、アークサバイバルエボルブドの次世代機向けにリマスターされた新作となっております。もうほとんど説明不要なゲームではありますが、念のためさせていただきますと、謎の島で目を覚ました主人公は裸一貫。いや、そう、本当に何も持ってないんですよね。そんな裸一貫で木を切り、石を集め、斧や槍、ツルハシなどをクラフトして、拠点を建てて、恐竜をテイムして、そういった様々な行動が経験値となり、レベルが上がればステータスが上がったり、クラフトできるものが増えていくっていう感じのゲームとなっております。ソロプレイもできるんですが、最大70人参加できるサーバーでのマルチプレイも可能となっております。一人で過酷なサバイバルに挑むもよし、友達と協力プレイで楽しむもよし、より豪華になって生まれ変わったアークを PS5 で遊びましょう。続きまして、4月18日発売、 UFO ロボグレンダイザー、たとえ我が命尽きるとも。これはですね、デビルマンやマジンガー Z でおなじみの永井豪の作品となっておりまして、テレビアニメにもなっていた作品なんだそうですね。1975年からアニメが放送されていたっていう、すっげー昔の作品が今こうしてゲームになってるんだからすごいよねって感じちゃってたんですけども、なんかね、今年グレンダイザー U っていう作品がテレビで放映されるんですって。このゲーム自体はアクションアドベンチャーとなっておりまして、アクションのパートと弾幕シューティングのパート、そして TPS 視点のシューティングパートなど、ゲームのフェーズによっていろんなプレイが楽しめるみたいなんですよね。すでにパソコン版は発売されているんですが、評価数自体は多くないんですが、非常に好評となっております。グレンダイザーファンの方は見逃せない。続きまして、4月18日発売、同級生リメイク CS バージョン。これは紹介しても大丈夫なやつですか。1992年にパソコンで発売されておりました18禁恋愛アドベンチャーゲームのリメイク作品となっております。イベント CG を新しく書き起こして、さらに遊びやすいシステムに変更しての登場となっております。遊びやすいシステムって実際どういうことかって言いますと、このゲームはお目当ての女の子とイベントを起こす必要があるタイプの、良きタイプのギャルゲーなんですよね。ただしどこに女の子がいるのかわからないので、訪れた場所で出会った女の子とイベントが進むみたいな感じなんですが、今回どこに誰がいるのか一目でわかるモードが用意されているということで、変な話、攻略しやすくなっております。もちろんオリジナル同様のモードも用意されているようなので、リアルな攻略をしたい方はそちらでどうぞ。でもあれですよね、イベントのグラフィックが完全に新しくなってるんですけど、昔のままで遊びたいっていう方もきっといらっしゃいますよね。いや、なんかね、昔のグラフィックの方が
なんかいろいろと生々しいんですよね。なんかいろいろとね、はい、まあ、これ以上は何も言えません。私、続きまして4月19日発売、ウブランギジェネレーション、世界の終末が迫るレトロフィーチャーな世界観のニュージーランド、そこでフォトグラファーとして写真を撮るゲームとなっております。フォトバウンティっていうミッションになっておりまして、依頼をこなすように写真を撮っていき、その中でその世界観が感じ取られるような作品になっております。この作品ね、評価すごく高くて、その創造性の高さからいろんな賞を受賞しているようです。まあ、結構前のゲームなんですけど、この度プレイステーションに登場となりました。続きまして4月23日、100英雄伝。このゲームはですね、幻想水滸伝シリーズのクリエイターたちが独立し、また新たに開発する RPG となっております。多彩な仲間たちや少し懐かしさを感じるグラフィック、そしてターン制のバトルの画面構成など、やはりどこか幻想水滸伝を思わせるような、ファンにはたまらないゲームとなっておりますよね。いや、タイトルの通り、本当にね、仲間になる英雄たち100人以上いまして、めちゃくちゃたくさんいますよね。多彩な仲間が織りなすパーティー構成でのバトル、また仲間が増えるほど拠点となる本拠町に新たな施設ができていき、どんどん活気ができていくんですよね。そしてそこでは多彩なミニゲームなんかも楽しめるようになっています。戦争モードなどあったりと、本当にね、膨大に作り込まれているのではないかと感じさせるゲームとなっております。残念なことにですね、開発を行っておられました村山さんは今年の2月、本当に発売をね、目前にしてお亡くなりになってしまわれたのですが、開発会社ラビット&ベアスタジオの村山さんの言葉にはこうあります。我々にとって一番の喜びは、ファンが面白かったと喜んでくれること、その声を聞くことです。そのためだけを目指したタイトルを作ろう。それが100英雄伝の出発点です。このゲームが多くのファンに届き、プレイした皆さんの喜びの声が村山さんに届くように祈っております。続きまして4月25日発売、サガエメラルドビヨンド。サガシリーズの完全新作が登場いたします。これね、サガシリーズ8年ぶりの新作なんだそうです。そして同時にシリーズ20作目の記念すべき作品でもあるんだそうです。ゲームボーイの魔界闘士サガから始まり、スーパーファミコンではロマンシングサガへとパワーアップし、その後プレイステーションではサガフロンティアと、個性的な RPG のシリーズとして進化を続けておりますよね。今作では5人の主人公から選び、それぞれ違った物語、そして選択によって大きくシナリオが変化するだけではなく、その後次に新しく選ぶ主人公の物語にも影響を与えてくるんだそうです。なのでキャラクターを変えて周回プレイするようなゲームとなっているようですね。まさにプレイヤーの数だけ物語があると言ってもいいぐらい膨大な分岐になるのではないでしょうか。バトルではサガシリーズならではのひらめき、そして連携が用意されておりまして、今作ではですね、行動順がタイムラインで分かるようになっておりまして、より戦略的になっておりますね。まさにこれまでのシリーズを継承し進化させたようなね、作品とも言えるのかもしれませんね。めっちゃ独特な作品です。まあ、シリーズによってはですね、チェーンソーで神様をぶった切ることもできちゃうっていうね、とんでもない作品となっております。続きまして4月25日発売、サンドランド。鳥山明の漫画サンドランドがアクション RPG としてゲーム化します。まだ先日の訃報が信じられないですよね。サンドランドのアニメシリーズの公開も目前となっておりましたからね。鳥山明は漫画界だけではなく、ゲーム界に残したものもあまりにも大きすぎます。このゲームは広大な世界を冒険するアクション RPG で、アクションによるバトルはですね、コンボですとか必殺技で戦うだけではなく、ステルスアクションなども用意されております。またスキルツリーで能力を解放していくなど、今時のアクションゲームのトレンド傾向がしっかりと詰まっております。そして冒険の中には様々な乗り物が登場いたします。まあ、サンドランドといえば戦車ですからね。このゲームに出てくる乗り物、これがまた鳥山明っぽさが全開なんですよね。ほんとメカのデザインが魅力的。移動や戦闘用のメカもあったり、でそれだけじゃなくてメカカスタマイズできちゃうんです。
さらに見た目のカスタマイズもできまして、ええちょっと待って、これメカがメインですかっていうぐらいメカ部分だけでもかなりしっかり作られてるんですよね。拠点になる場所もありまして、ゲームを進めていくとだんだんと人が増えていって賑やかになっていったり、さらに拠点には自分の部屋がありまして、ハウジングまでできちゃうんですよね。で、そのハウジングの自由度も結構あるっぽくて、ちょっと待ってくださいね。このゲームめちゃくちゃ作り込まれてるんじゃありませんか？去年ね、映画が公開されまして、先ほども申し上げましたが3月20日からですね、ディズニープラスでアニメシリーズとしてね公開される予定となっておりまして、このゲームもとても大切な作品になるのかもしれません。発売がすごく楽しみです。続きまして、4月25日発売、メガトン級武蔵ワイヤード。2021年に発売されたメガトン級武蔵、そして2022年に発売された武蔵クロス、その両方を収録し、さらに追加の物語も描かれているのがこの作品となっております。同一プラットフォームなら過去作品からのねセーブデータの引き継ぎも可能となっているみたいです。まあ、詳しくは公式ホームページを見てみてください。というわけで、まあここまでね、まあ全然ゲームを説明してないんですけれども、このゲームはカスタマイズした機体で戦うロボアクションのゲームとなっております。パーツや武器だけではなく必殺技なども選び、自分だけの最強の機体を作り上げましょう。では続きまして、4月25日発売、重装騎兵レイノス2サターントリビュート。これもね、まあロボゲーです。いやちょっと待って、4月はロボゲーがすごく豊富ですね。まあとは言ってもですね、こちらはコントラみたいなラン&ガンのゲームとなっておりますが、1997年にセガサターンで発売されていたアクションゲームなんです。なんともレトロな雰囲気満載ですが、当時ねこれだけ美しくヌルヌル動くゲームが家庭用で遊べちゃうっていうんだからね、すごく興奮したものです。こういったシンプルなゲームに見えながらも機体のチューニングができるようなマニアック仕様になっていたり、ご覧の通りプレイ中にドラマが展開されたりと、コアなファンを引きつけるような仕様のゲームとなっておりました。懐かしい方いらっしゃるんじゃないでしょうか、このゲーム。続きまして、4月25日発売、ベホルガ。これまた懐かしいゲームが、これはですね、最新のゲームです。2D のメトロイドバニアのゲームとなっておりまして、なんかこう、デッドセルズをドットにしたような雰囲気持ってますよね。まあ、と言いますか、ブラッドステインドや悪魔城ドラキュラ、さらにはコントラだとか、まあ、一部魔界村みたいな、なんかいろんなゲームからの影響をちょっと感じちゃったりもします。なんか今だからこそドットのグラフィックって妙に魅力感じちゃったりすることもありますよね。このゲームではですね、様々な武器や道具、アビリティを集めて攻略に挑むんだそうです。では続きまして、4月25日発売、獣道ガーリッシュスクエア。ありがとうございます。このゲームなんだかすごくですね。秋葉で働く主人公には推しのアイドルグループがいて、実はそのアイドルグループは魔法少女たちでもありました。ひょんなことからそのアイドルグループをプロデュースすることになり、結果的にその女の子たちと何やらけしからんことになっていくっていうですね、プロデューサーの風上にも置けねえですね、風下に置いとけ。エンターグラムさんのギャルゲーなので、まあ、ゲーム性もヘタクレもない物語を見ていくだけのものなんですが、これフルプライスなんですよね。これ実はですね、パソコン版では1と2に分かれていたものがセットになっているんです。ならフルプライスも納得。続きまして、ライブラリーオブルイナ。このゲームはですね、韓国のスタジオが開発したゲームみたいなんですが、パソコン版すでに出てますが、めちゃくちゃ評価が高くてですね、日本でもコアなファンの方がたくさんいるんですよね。ゲーム自体かなり複雑なものみたいなんですが、アドベンチャーゲームのように立ち絵で展開される会話になっておりまして、さらにはデッキ構築の単性 RPG バトルが用意されております。で、このバトルがね、システムがかなり複雑っぽいんですよね。まあ、逆にそこがファンを引きつけているところでもあるのかもしれません。そしてゲームの世界観、図書館の司書となってゲストと戦います。敗北したゲストは本になり、図書館は成長を続けます。たった一つの完璧な本を手に入れるため戦い続けます。みたいな。
正直ね、実際遊ばないとこの世界観はちょっとわからないでしょうね。そして Steam 版でのですね、レビューなんかを見ていると、このゲームどうやら前作があるようでして、それを遊んでいないと物語がわからないところがあるというような評価もある中で、その前作にあたるロボトミーコーポレーションっていうゲーム作品は PS5 には展開されていないっていうんだから、なかなかコア。これいいですか皆さん、我々はきっと試されてるんだと思います。さあでは続きまして、4月26日発売、ステラーブレイド。ハイスピードで迫力の戦闘と驚異的なビジュアル、そしてあまりにも美しい主人公のイブ、これだけでも凄まじいインパクトのあるゲームですよね。発表当初から大きな話題となっていたゲームがとうとう発売されます。未知のクリーチャーに占拠された地球を取り戻し、人類を救うため主人公は荒れ果てた地球に降り立ちます。ゲームはですね、リニアなアクションゲームなだけではなく、セミオープンワールドも用意されているみたいでして、戦闘以外にもアイテムの収集だとかサイドクエストの達成など様々なアクティビティが用意されているみたいです。戦闘面ではですね、攻撃とスキルを駆使し、敵が弱点をさらせば射撃モードで大ダメージを与えられます。ジャスト回避だとかパリーのような要素などテクニカルな要素もふんだんにありまして、各スキルはパワーアップで習得可能になっているっていう成長要素なんかも用意されてるんですよね。そう、これね、結構いろんなものが詰まったゲームになっているんです。そして主人公の衣装が豊富に用意されてます。そう、豊富に。美しいキャラクターじゃなきゃ動かしたくないっていう紳士の皆様、お待たせいたしました。いやでもこのゲームね、ストーリーだとか BGM、あと世界観も含めてですね、すごくよくできてそうなんですよね。公開されてるトレーラーとか見ると感動的ですらあります。キャラのそういったえっな部分ばかりを見るのはちょっともったいないのかもしれません。地球を救うという一度は失敗した任務に主人公のイブは再び挑み、今度こそ人類を救えるのか、イブ。さあというわけでですね、4月発売も要注目のゲームたくさんありましたよね。なんだか漫画界ゲーム界にもですね、不法が多くて心を痛めてる方も多いかと思いますが、まあ、そういった方々がですね、紡いできた思いを作品として我々が感じ取り後世へとつなげていくことって、まあ、良き文化が残っていく上では大切なことなんじゃないかなと思っております。好きなゲーム作品があればですね、皆さん後悔のないようにぜひ時間をとって遊んでみてください。息抜きのためのゲームが時には我々を大きく成長させてくれるかもしれません。というわけで今日の動画はここまで。ご視聴いただきまして皆様本当にありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いいたしましょう。じゃあねっ。